駅舎の一部ホーム駅構内の、様子青森駅方駅,駅構内の様子八の駅法、浅虫温泉駅は、青森県青森市大和座浅虫あざボタル谷にある、青い森鉄道青い森鉄道線の駅である。かつて、日本国有鉄道、東日本旅客鉄道時代には、上野駅発着の夜行急行、八甲田、とわらや、中高特急、初刈り、スーパー初刈り、 津軽、スーパー白鳥、白鳥等の優等列車が停車していた。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。直営駅。出発窓口、自動券売機一台、モーリーズカフェ、旅館組合案内所があり、朝の時間帯は、屋内駅から、 筒井駅の無人駅に係員を配置し、修札業務や除雪業務、清掃管理業務を行う。また、各有人駅のグッズ自販機の管理も行っている。出入り口は駅舎のある西側のみだが、歩道橋により東西通り抜けが可能であり、さらに道の駅、湯、サーサムシ、国道4号まで行くことができる。駅舎横には無料の足湯がある。 旅館組合案内所でタオルの貸し出しあり。足湯は当初24時間利用可能だったが、現在は防犯上の理由により夜間は利用できない。a b c d e 一市の明、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、419ページ。ISBN 978から4から533029806。 AB 日本国有鉄道工事第95漢方 AB 新青森主出支編第四巻現代第二章変わりゆく県と第三節会と山に親しむ1浅虫温泉194ページ花火大会浅虫温泉駅青い森鉄道2021年4月11日閲覧浅虫温泉駅青い森鉄道 2021年4月11日へ閲覧。青森市地域公共交通網形成計画。青森市16ページ東青地域の現状。青森市企画部23ページかつては JR バス、東北や住鉄バスが運行していた。ありがとうございます。